そぼっとなってるのはやっぱり旦那さんがね、来れなくて、で実は2人とも中とも、ね、ジョニーのすぐ近くに住んでたんだってね、ジョニーのお店の近くに住んでたんで、でやっぱりその霊近所あってからなんかちょっとビフォーアフターって感じなんですってね、自分の人生にやっぱり自分をよく知るための練習はもう毎日のことでやってるようですよね。うん、それで管理してるんで。はい。そういうことで。で、レッスンはやっぱり自分を、まあ、先に癒やして、そうすればその人たちにも助けることができるっていうことに気づいたんですね、レッスンを使えば。で、まあ、彼女は別の女人とは最初にレッスンを学んだんじゃなくて、別の人から学んで。でそしたらジョニーはやっぱり本を見てね、うん、であ